東京電力ホールディングス。東京電力ホールディングス株式会社。東京電力ホールディングスは、首都圏1と7県及び、静岡県の藤川井島を供給区域、事業地域とする一般電気事業者であった東京電力式会社が、電気事業法の一部改正によって、二0十六年、平成十八年四月一日から、家庭用電力の小売全面自由化に対応するため、 同年同日に持ち株会社体制へ移行して社名変更した東京電力を継承した持ち株会社である。略称は東電や東京電力 HD、東京電力ホールディングス、または称号の英文表示の頭文字からテップコが用いられている東京証券取引所一部上場企業である。福島第一原子力発電所事故の復旧及び 損害賠償のために日本国政府による公的資金が注入され認可法人である原子力損害賠償、廃炉等支援機構が議決権の過半数兆、潜在的には3分の2兆を有する大株主となっている。同機構は実質的に国の機関であり、当社は同機構を介して反国有化され国の管理下にある。1883年。 明治16年に設立された東京電灯が始まりとなる。その後、大日本帝国による国策により、第二次世界大戦直前の1939年、昭和14年4月、発電及び送電設備が半官半民の企業であった日本発送電の管轄となり、さらに太平洋戦争直前の1941年、昭和16年8月には、首都圏における、 送電事業が関東ハイデに移管させられた。太平洋戦争終結後、連合国軍最高司令官総司令部による再編命令が下され、1950年昭和25年11月24日に GHQ がポツダム命令を発したことで、電気事業再編政令と公益事業令が交付され、1951年昭和26年5月1日、 関東配電の営業地域を引き継ぐ形で発足した。1951年、昭和26年の設立以来、現在に至るまで、その事業地域に自社の保有する原子力発電所を行い、電力会社として知られる同社の原発がある、福島県、新潟県、青森県は、いずれも東北電力の事業地域である。 柏崎刈羽原子力発電所の1号機は東北電力との共同開発。また、複数の都道府県を営業区域とする一般電気事業者としては日本で唯一都道府県名を社名に使用している。商用電源周波数は東京電灯がドイツ帝国から輸入した 50Hz 仕様の発電機を採用し、その後に至るまで、 東京電力管内では 50Hz で、ほぼ統一されている。ただし、群馬県管羅郡及び、東郡では 60Hz となっている。創立60周年となる2011年、平成23年3月11日時点で、同社のコーポレートスローガンは、いつもの電気、もっと先へ、であった。そして、 持ち株会社体制となった2016年、平成28年4月1日より、創立65周年、グループ全体の新ブランドスローガンとして、挑戦するエナジーが導入された。なお、第二次世界大戦以前に存在し、後に東京電灯、関東拝電などの前身に合併された、東方電力主会社の東京電力は、同盟意企業であり、 本企業とは無関係である。二千十二年七月三十一日に原子力損害賠償支援機構、原原子力損害賠償、廃炉等支援機構が A 種優先株式、転換券付有議決権十六億株、B 種優先株式、転換券付無議決権三億四千万株を一兆円で、特使、議決権ベースで五十点一一パーセントを有する筆頭株主、 および、親会社以外の支配株主となった。この第三者割当てによる、既存株式の希釈率は、約2000%、議決権ベースで100.43%であったが、東京証券取引所への上場は維持されている。支配株主となった、原子力損害賠償、廃炉等支援機構は、官民共同出資で設立されているが、特別の法律に基づく認可法人であり、 理事長と幹事の任命権は内閣が有しており、運営委員会委員や廃炉等技術委員会委員、副理事長、理事の任命には日本国政府の認可が必要である。副理事長は元警察官僚、元警視総監、5名の理事のうち上勤の2名は財務省と経済産業省から出向のキャリア官僚、1名は独立行政法人、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構旧同年の元役職員である。同機構による東京電力への出資金1兆円の優先株引受けや9兆円弱に及ぶ資金援助の原資は日本国政府が交付もしくは日本国政府保障により同機構が借り入れたもの新時系トロン方式による民会借り入れ及び機構債の発行であり、 同機構は管理運営、財政において実質的に国の機関である。したがって東京電力は同機構を介して反国有化され日本国政府の管理下にある。経済産業省から同機構に出向のキャリア完了、同機構連絡調整室長が当社の取締役指名委員会委員及び執行役会長補佐権社長補佐権営業企画担当、 共同にツいる、当社は、国が直接または間接に補助金などを交付しまたは、貸付金などの財政援助を与えている者及び、国が資本金を出資した者が、さらに出資している者として、会計検査院の選択的検査対象である。2011年11月以降、原子力損害賠償、廃炉等支援機構、実質は、 日本国政府より毎月数百億から数千億円規模の資金援助を受けており、2019年7月24日現在で累計8兆9034億円に達している。当社は、機構からの交付資金を特別利益として会計処理しており、交付された資金と同額を特別損失として賠償金に充てている。この資金援助には明確な法的返済義務が課せられておらず、 当社は交付された資金を負債として計上していない。これにより当社は損益計算書上の赤字決算と退職対象表上の債務超過を回避している。交付された資金は各原子力事業者が気候に納付する一般負担金、東電が気候に納付することになる特別負担金、気候が保有する東電株式の売却益などによって国に回収されることになっている。 2018年の会計検査院の試算によると、資金の国への回収が終わるのは2034から2051年で、仮に全額を回収できたとしても国は1318億から2182億円の利払いを負担することになる。国は、常実の資金援助とは別に、福島第一原子力発電所1から4号機の廃炉、汚染水対策に関する研究開発等、 研究施設の整備等及び実証事業に対して毎年数百億円規模の財政措置を講じている。論点は、福島第一原子力発電所事故の影響参照、合計196箇所、6750万1240キロワット、2016年7月1日現在、164箇所、985万8650、 キロワット、2015年3月31日現在。25箇所、4497万8920キロワット、関連会社経営の発電所を除く、2016年7月1日、現在。10箇所、5万3920キロワット、最低、2016年4月以降、子会社の東京電力、パワーグリッドが所有、運営する。 2カ所、建設中1カ所、821万2000キロワット、2019年8月1日、現在、い,いずれも沸騰水型原子炉の経譜に連なる、東京電力発の原子炉に沸騰水型が採用された経緯も参照が、1980年代に、KPWR、加圧水型原子炉の一種の採用を検討したことも、ある。東日本大震災以後、 全原子力発電所が発電中止となっている。稼働するすべての原子力発電所で火災、放射性物質漏れ、臨界といった事故が発生している。スリーマイル原子力発電所事故に対する東京電力の対応のように他の原子力事故を受けて対策を強化する例も見られたが2011年。 平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故は、炉心溶裕を伴い、原子炉が水素爆発で損壊され、大規模な放射性物質漏れを起こす大事故となった。この影響で、福島第一原子力発電所で進められていた増設計画も中止された、詳細は、福島第一原子力発電所7-8号機の 増設計画の経緯を参照。また、福島県庁の復興計画では、原子力に依存しない安心安全の福島県を基本理念にして、福島県内にある福島第二原子力発電所の全始め廃炉を求めている。2013年、平成25年3月29日、経済性を最優先するあまり、原発という特別なリスクを扱う会社でありながら、 経営層のリスク管理に甘さがあった事前の備えが十分であれば防げた事故だったとする事故への総括と改革プランが東京電力の改革監視委員会で了承された改革プランでは原発のリスクを公表するリスクコミュニケーターという専門の担当を設けることや緊急時の指揮命令系統において一人の責任者が管理する人数を最大7人以下に 制限するとなど、提言が盛り込まれた。しかし、原子力発電所への社会の理解を得られる見通しは、全く立ってない。5箇所、5万1670キロワット、2016年4月1日、現在、2016年4月以降、八丈島地熱発電所は、子会社の東京電力、パワーグリッドが所有、運営する。12箇所、 2 3 8万8 6 0 0キロワット、福島第一原子力発電所事故以降、経済産業省と電力会社の甘下り問題が、監督官庁である経済産業省参加だった原子力安全、保安院の原子力発電所における安全基準のチェックを甘くさせる構造をして批判が集まった。東京電力上層部と 大手マスメディア関係者の中華人民共和国への接待旅行が明らかになった。2011年3月30日の会見において、この件について問われた代表取締役の勝又、常久は全額当電負担でない。詳細はよくわからないが、多分、多めには出していると思う。マスコミ幹部というのとは、若干違う。OBE の研究会、勉強会の方々。 誰と言ったかは、プライベートの問題なので、責任者の方によく確認して、対応を考えさせていただきたい。2から3日中に、どういうことになっているか紹介したいと述べた。紹介結果は未だに公表されていない。東京電力を相手に、民事訴訟が起こされ、朝日新聞社によると、放射性物質は、無種物であり、東電が除染する責任はないと答弁したとされており、判決も、 その主張が認められて原告が敗訴した。損害賠償請求権の時効は、通常3年、民事訴訟の時効は10年で、いずれにしても東京電力が優勢であるが、東京電力は、損害賠償の請求権の時効について、事故から3年経ったら、賠償請求が終わりになるということは全く、考えていない。広瀬直樹社長、2013年1月10日、福島県庁にてと、 法律上の事項を過ぎても請求に応じる考えを明らかにている。しかし一方で2013年春以降になって東電が原発事故で避難した社員に対して支払った賠償金を事実上返還するよう要,要求するケースが多発していることが2014年に入って判明しており中には原子力損害賠償紛争解決センター原発 ADR による 和解案を拒否するケースも出ている。これらの返還請求が出て、以降、復旧作業に関わる社員の退職が相次いでいるとされ、復旧作業への悪影響が懸念される状況となっている。また、東電が立ち入り制限区域から転居した社員に対しては、賠償を打ち切る内容の独自の基準を定めていることも判明している。原子力損害賠償、廃炉等支援機構。 実質的には、日本国政府から特別資金援助という形で4兆円超、2014年5月、現在の損害賠償資金の交付を受けている。これは、無利子の融資であり、仮に将来的に全額が返済されたとしても、国は数百億円の利払いを負担することになる。東京電力は、放射性物質で汚染された瓦礫撤去の際、 飛散防止剤を10倍から100倍に薄め、散布回数も大幅に減らすよう指示している。原子力規制庁は、このせいで飛散防止効果が落ち、2013年夏に放射性物質の飛散が起きたとし、東京電力に行政指導している。また、飛散防止剤メーカーの担当者は、これでは飛散防止効果はない。飛散は当然という旨を述べている。 2019年9月8日、令和元年台風第15号により、大規模停電が起こるが当初は数日で復旧できるとしていたが、被害が想定外だったとして9月27日に延期した。前年に、平成30年台風第21号で、関西電力や中部電力で大規模停電が発生したにもかかわらず、 原発事故で連発した想定外の企業体質が変わっていないことが明るみになった。当然のことながら、いずれの番組も蒸気テリトリーのみでの提供であった。同一県内で複数の電力会社のエリアとなっている静岡県では他社、中部電力との共同提供や共同制作 CM も放送され、ただし BS デジタル放送の民放各局で同社が、 提供していた番組は全国での視聴が可能であった。イメージキャラクターとして、デンコちゃんが安全、省エネを呼びかける CM が有名であった。その他の企業 CM においては工述の出演者による作品が放送されていた。広報用 CM インフォマーシャル形式としては長らく60秒形式のテップコインフォメーション担当、岸行き。 生田智子が放送されていたが、2006年10月からは30秒形式の東京電力保有担当、唐島承継に変更された。なお、東京電力の発電所が置かれている地域、他社営業エリアの長野県、新潟県、福島県、青森県では発電所の広報を目的とした独自の CM が放送されていた。特に、青森、新潟、 福島の3県では原子力発電への理解を求める内容で東北電力と共同での CM も存在した青森県の視聴者が多い岩手めんこいテレビでも放送の実績があった東京電力は年間220億円以上の広告費を使用してきたと言われる2010年度の広告費普及開発関係費と呼ばれる宣伝広告費 各地にある電力関東の PR 施設の運営費や電力事業普及キャンペーン費用などは269億円であり、関東地方でしか電気を売らないのにもかかわらず、全国の広告費上位ランキングで10位に入っていた。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、 2012年2月現在以下の番組ではすでにスポンサーから降板した一部に放送を休止している番組もある。また該当する番組では提供クレジット表示を行わないのに加え、同社の通常の CM の放送に変えて AC ジャパンの CM の放映、並びに同社からの福島第一原子力発電所事故とその影響による計画停電についてのお詫び、 および同社から全需要化に対する節電へのお願いを伝える内容の社国形式の CM 等が放映されている。また、デンコちゃんシリーズの CM も打ち切りとなった。以下は、福島原発事故以前の状況である。2012年、平成24年以降は、事実上の国有企業であり、政治献金はできない。東京電力の役員の大半が、 自民党の政治資金団体、国民政治協会に対し、2007年から3年間で、計1703万円の政治献金をしている。東京電力は2010年までの数年間の間に、自民党の麻生太郎、甘利明、大島忠盛、石橋茂、石原信明、元自民では、与謝の香る、無所属、当時、平沼赳夫、立ち上がれ、日本、当時、 民主党では、戦国義と、枝野幸男、小沢一郎、当時の政治資金パーティー券を大量購入している。2009、2010年資産等報告書による、以下は2016年4月1日時点の企業、など、福島第一原子力発電所事故の賠償金を捻出するために、愛知県名古屋市中区の賃貸マンションを売却。KDDI、リビタ、 関東天然ガス開発の株式を売却した。東電ライフサポートを大和ハウス工業に売却。2012年7月27日、総合グラウンドを杉並区に売却。2013年8月28日、銀座社本館を読売新聞グループ本社及び読売新聞東京本社に売却が決定。東電工業、東電環境エンジニアリング、 オゼ林業を東京パワーテクノロジーに統合させる。東電ホームサービスを TOS に統合し、社名をテップコカスタマーサービスに変更し、東電ホームサービスと東電広告を東電タウンプランニングに統合する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。